中村昭人は、大日本帝国の陸軍軍人。最終階級は、陸軍中将。太平洋戦争時の大国中東軍司令官。愛知県出身。なぎの新兵の三男として生まれ、中村国平陸軍大佐の養子となる。1908年5月、中央幼年学校を卒。1910年5月、陸軍士官学校を卒業し、 同年12月、不評少位に任官し、不評第六、連帯付となる。1913年12月、不評中尉に昇進。名古屋捕虜収容所員、陸軍不評学校付などを経て、1919年12月、陸軍大学校に入学。1920年4月、不評大位に進級。1922年11月、 陸大を卒業し、不評第六連隊中隊長となる。1923年12月、教育総監部付けとなり、教育総監部会員、第五師団司令部付けを経て、1925年6月から3年間、ドイツに駐在。1925年8月、不評調査に昇進。1928年9月、教育総監部会員となり、 1929年8月、不評中佐に進級し、この F 票第3連帯付に発令。1930年8月、陸軍省軍務局会員に就任し、陸大教官に転じ、1933年8月、不評大佐に昇進。人事局温床課長を経て、1936年8月、不評第24連隊長に就任。 1937年8月、陸軍少将に進級し、関東軍兵事部長になる。関東軍臨時兵隊官、第三軍参謀長を歴任し、1938年4月、軍務局長、ついで兵務局長を務める。1939年10月、陸軍中将に進む。1940年3月、南ナ方面軍第五師団長に、親保され、 北部仏院進駐の際、独断越境を行い、武力衝突問題を引き起こした。参謀本部付け、留守第三師団長を経て、1941年10月、憲兵司令官となり太平洋戦争を迎えた。1943年1月、大国中東軍司令官に就任し、大国内の活動をすべて取り仕切ることとなった。1944年12月、 大国中東軍が改編され、第39軍となり、引き続き司令官を務める。1945年7月、改編昇格した第18方面軍司令官となり、終戦を迎えた。1945年12月、連合国が出した永久戦犯の第三次戦犯指名の逮捕リストに名があったが、すでに外地で捕虜となっていた。 1946年3月から、菅もプリズムで交流されたが、同年9月に不寄所釈放となり復員、後に知南産業社長を務めた。辻正信と7人の僧によると、陸軍大佐、辻正信は、終戦前日に中村昭人中将の下を訪れ、無条件降伏となれば、後軍に対する武装解除は必至であり、誠に団長の思いであります。 しかし、自分は日本がこのまま滅びるとは思いません。再び祖国が立ち上げる時に備えて、自分を万国の地下に潜入、待機させてくださいと語った。中村に戦士扱いにしてもらった辻正信と七人の部下は、僧侶になりすましてワットリアープに潜入した。日本では中村明人がモデルとなった作品と言われているが、タイでは、 小説の中の主人公である小堀は架空の人物であるとされている。日本で中村昭人がモデルであると言われ始めた理由は2013年のリバイバル映画化の際監督が新たなサイドストーリーとして中村昭人を紹介したことが原因と思われる。しかし大多数のタイ人はすでに出来上がっている小堀のイメージが崩れるという理由で中村昭人がモデルであるという 付け加えられたイメージを否定している。メナムの残章は、西野淳次郎による役所の放題であり、現代は、クカム。タイの女性作家トムヤンティが、軍人であった父から聞かされた話をもとに、彼女の理想の男性像を重ねて書き上げたもので、1969年に雑誌で発表された。これは、中村昭人が死去する前年のことだった。第二次世界大戦中、 タイに駐屯した日本軍の青年将校、小堀と抗日運動の指導者である父によって、小堀と偽装結婚させられた、タイ人女性、アンスマリンのストックホルム将校軍のような、複雑な愛を描いている。小堀の一途な片思いをよそに、アンスマリンは、偽装結婚であるがゆえに、性交渉はしないと非現実的な約束を交わし、それを保護にされて、時には自暴自棄になるが、 こぼりこそ、運命の相手なのだと最後に気づく。日本の敗戦後、タイが、連合軍に寝返ったことを抜きにすれば、両国の相互依存関係を男女間の事柄に置き換えた組に表してもいる。タイ国内では、テレビドラマや映画にもなり、合わせて10回以上もリメイクされるなど高い人気を得ている。陸大47期主席であった高山信武によれば、 陸大四十七期生にとっては、卒業時の先任教官として、名実ともに、父親のような存在として慕われており、大臣や辻正信への対応も、中村の人柄ならではと絶賛している。また、その戦術思想は事前に、十分な準備を整え、万全な対策を練り、まず勝つべきをなして戦うことに徹底していたといい、孫子を引用して、舞台統率の本義は、 愛情と厳正であると教えたという、ありがとうございます。